すでにサトシ選手の対策をしていると YouTube にアップされていましたが、はい、相手の対策はバッチリです。はい、バッチリです。あとはそれを試合中にリアルタイムでこうそのギャップを埋めていく作業ですかね、はい、今年はジークンドー、タイドー、ウェイブマスターなど、うん、まあ、さまざまな達人から技を教わってきましたが、うん、次の試合では新たな八千選手が見れそうですか。そうですね、見れると思います。全体的にレベルが上がってるし、やっぱり新たな技術もね取り入れてるんで、いろんな達人から気づきも得たんで、成長したとこ見せれると思います。先日の会見で、はい、みんなに元気を届けたいと話してましたが、うん、自身のどんなところを見せてファンに元気を届けたいと考えていますか。やっぱね、動き回って熱い試合して、みんなが少しでも喜んでね興奮してもらえれば、それが皆さんの元気、明日への活力にね少しでもなってもらえればなと思うので、大臣らしい派手な戦いをできたらなと思います。最後に会場で試合観戦を楽しみに待っていたファンに一言お願いします。まあいろいろねこのご時世ですから制約があると思うんですけど、ね、大声出しちゃいけないとか、ね、固まって見ちゃいけないとか、多分分かんないけどいろいろあると思うんですけど、ルールを守ってでなおかつ興奮して元気になってね、やっぱ格闘技ってなきゃダメだよな、ライジンってなきゃダメだよなって一人でも多くの人にね思ってもらえるような試合大会にしたいと思ってるんで、ぜひ楽しみにしてってください。ありがとうございました。今回2週間前の緊急オファーを心よく受けていただきましたが、今回対戦どんな試合をしたいと考えていますか。いい試合をするのはもちろんなんですけど、まあ、見てくれてる人に本当に元気を与えられるような試合をしたいなと思って。前澤選手とは先日のディープジュエスのグラップリングタッグマッチで手合わせしたばかりですが、その際の相手の印象いかがでしたか。まあ、タッグマッチっていう、まあ、特殊なルールだったんで、直接最初から戦ったわけじゃないんであまり、まあ、分からないですけど、もともと柔術もやってて皆さんも強い選手で、まあ、打撃もちょっとトリッキーな動きする選手だなっていう印象がすごくあります。前澤選手から浜崎さんとの大事のリングで戦いたいというラブコールを受けて、今の率直な気持ちを教えてください。正直その今日本国内でそうやって言ってくれる選手がいない中で、ああいう風に手を挙げてくれたのは本当に嬉しく、最後に会場での試合観戦を楽しみに待っていたファンに一言お願いします。長い自粛期間明けの一発目で、ライジンに出させていただくことは本当に嬉しく思ってます。会場で応援してくれる方も、そのインターネットで応援してくれる方も、いい試合をしますので応援よろしくお願いします。リバーサルジム立川アルファの、前澤友です。対戦を受けてくださった浜崎選手ありがとうございます。急な申し込みだったのに、試合を組んでくださった大臣関係者の皆様にも本当に、感謝がつきません。これを試合で返さないといけないなと思いますので、第2の朝倉海舟堀口戦のような、ジャイアントキリングを見せれたらなと思ってます。観戦に来てくれる方、また、ペーパービューで見てくださる方の心に届くような、試合にしたいと思いますので、どうぞ応援よろしくお願いします。久々の試合と思いますが、これまでの期間、練習などはどのようにしてきましたか。やっぱ自粛期間があったりとかで、まあ、いつも通りに練習はできない時期はあったんですけど、まあ、その中でも濃い練習は自分はできてたと思ってるので、別に全然関係なく今回は準備ができてるなと思います。ボクシングやキックボクシングで打撃を強化されていましたが、今回の試合では神田選手の強化された打撃は見れそうです。まあ本当に相手ともう触ってみてじゃなきゃ分かんないですけど、まあ、打撃もしっかり成長しているところは見せていきたいし、だけど別に打撃にこだわらずに自分の得意な部分で戦っていきたいなと思っています。自身の YouTube チャンネルで年下の相手はやりづらいと漏らしていましたが、やりづらさを克服する方法は見つけられそうです。なんか別にやりづらいって思ってますけど、試合にかける準備は別に誰が相手変わらないので、まあ、そこは別にやりづらいって思ってるだけで、まあ、いざ試合となれば別にそんな関係ないのかなと。最後に会場での試合観戦を楽しみに待っていたファンに一言お願いします。はい、皆さん本当に長い間、待っていてくれたと思うんで、本当に自分が期待を超えれるような試合をして、どん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 
また格闘技を盛り上げていければいいなと思ってます。そして今回バラしたら千葉ネットワーク3人出るんですけど、全員で、全勝していきたいなと思ってるので、応援よろしくお願いします。こんにちは、 YMK ムーメンアカデミーの水野瑞希です。今回の試合は対戦相手が朝倉選手ということで、今までキャリアの中で一番強い相手となるんですけど、この壁をしっかり乗り越えて、その先の自分の夢を叶えるために、朝倉選手を踏み台にしたいと思います。試合関係を楽しみに待ってくださっていたファンの皆様、試合がない間もいろんな応援メッセージやサポートありがとうございます。その感謝の気持ちを、大きい舞台で勝利という形で皆さんに返していきたいと思いますので、応援よろしくお願いします。セラロンゴファイトチームの井上直樹です。ニューからやってきました。試合に向けての意気込みは、はい、前回に引き続き、はいはい、スピード感のある試合を見せて、まあ、さらに見せる試合ができたらいいかなと思います。そして試合観戦を楽しみにしている方々、一緒に盛り上がりましょう。初代ファイティングネクサスバンタム級チャンピオンの渡辺修斗です。こんな大変な世の中で、大会を開催してくださった大臣様に感謝してますのと、待っていたファンの人たちにすごいいい試合見せるためにしっかり準備してきたので、まず僕のこと知らない方もたくさんいると思うんですけど、まあ、当日はいい試合して、いい勝ち方して、僕の名前を覚えてもらえるように試合一生懸命全力で頑張りたいなって思ってます。ファンの皆様ももうめちゃめちゃ本当選手と同じぐらい、もうそれ以上に我慢していたと思いますので、今回再出発のライジンってことで、皆さんが日本にはライジンがなきゃダメなんだって、ライジンが必要なんだって見ている皆さんが全員が思ってもらえるような試合しますので、はい、当日は応援よろしくお願いいたします。ライジン再び参戦となりましたが、はい、今の率直なお気持ちを教えてください。昨年大晦日から8ヶ月相手の試合だったので、すごく楽しみな気持ちでいっぱいです。はい、久々の試合と思いますが、これまでの期間練習などはどのようにしていますか？双子の兄とともに、ずっとトレーニングをしていました。昨年末の配信から自身の中で変えたこと、変わったことなどはありますか？8ヶ月もあったので、これまでだと、まあ、定期的にコンスタントに試合が、ね、何月あるってことだったので、そこまでこうじゃあ新しい試みだったり何をするかっていうのはできないって場面もあったので、まあ、そんなことを含めます。本当に8ヶ月間本当にフルに使って自分の変化を楽しむことができたので、それを表現するのがすごい楽しみです。最後に会場での試合観戦を楽しみに待っていてファンに一言お願いします。はい、8ヶ月ぶりになりました。大晦日、まだまだ自分の実力、魅力を伝えきれなかったかなと思ってます。はい、皆さん、もう一度エヴァタルイ試合を楽しみにしてください。よろしくお願いします。どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。ライジン初参戦ですが、今の率直なお気持ちを教えてください。みんなが知ってるような大きな大会に自分が出場するということで、まず率直に本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。出場するからにはしっかり自分が大体を代表する選手ということを自覚して、会場を盛り上げるような試合をしたいなと思います。普段はムエタイルールで戦っていると思いますが、今回キックボクシングルールということで、どんな試合をしたいと考えていますか？まあ、自分はタチアナ最強はムエタイだとずっと思っているので、ルールが何であろうが僕はしっかり自分のスタイルを突き通して、まあ、試合をしていけたらいいなと思います。地元横浜での有効観客での試合となりますが、今回来場するファンにどんな試合を見せたいと思いますか？はい、やっぱりムエタイは他の格闘技にはない技術や美しさがあると僕は思っているので、その技術や美しさを会場に見に来てもらう人たちに伝わる試合ができればいいなと思います。では最後に会場での試合観戦を楽しみに待っていたファンに一言お願いします。ライジンファンの皆様はじめまして、僕はラジャムナンスタジアムルンピニスタジアムの統一チャンピオンの吉成田中です。今回初出場ということでちょっと緊張もあるんですけど、しっかり自分のやるべきことをやって会場を盛り上げて、ムエタイの強さを伝えられる試合ができたらいいなと思ってます。皆様応援よろしくお願いします。どうもありがとうございました。ありがとうございます。第4代ゼストフェザー級の王者のソニックスクワット所属の関哲也です。確実にフィニッシュする試合するんで、 KO でも日本でも自分の試合分かりやすいと思うんで、見てて楽しい試
試合になると思うんで、ぜひ応援よろしくお願いします。ライジン初参戦の気持ちを教えてください。ずっと憧れの舞台だったのですごい嬉しいです。ライジンについてはどんなイメージを持っていますか。大舞台。自粛期間含めこれまでどのような練習をしてきましたか。試合が終わって1週間体休めて、それ以外はずっと続きました。ライジン、会場での試合観戦を楽しみに待っていたファンに一言お願いします。熱い試合をお約束します。応援よろしくお願いします。ライジン初参戦ですが、今の率直なお気持ちを教えてください。率直な気持ちですか。いやもうとにかく嬉しいですし、テンション上がってます。こういう大舞台で自分を見せれる、表現できるっていうのがすごく本当に楽しみですね。ライジンについてはどんなイメージを持っていますか。やっぱ今日本で一番力のある、まあ、影響力のある格闘技団体っていう感じですね、はい。これまでの期間、練習などはどのようにしてますか。コロナ時期は、まあ、主練っていう形で、まあ、一人でこそこそやってたんですけど、3月から東京に上京してきて、で、まあ、そこでそのドライフォース赤坂で、まあ、ずっと練習させてもらってるんで、もう確実にその自分自身、自分で感じるぐらいレベルが上がってるんで、それもみんなにまた見せれるのがすごく楽しみですね。YouTube でギフト選手を知ったという方も多いと思います、はい、YouTube のコメントには面白い、いい人というコメントもたびたび見受けられますが、ライジンファンにはどんな試合を見せたいですか。そうですね、まあで多分その YouTube を知ってくれてる人は多分ただの気前のいい大阪の兄ちゃんって感じだと思うんですけど、まあ、試合では全くこう別人の僕を見せれると思うので、どっちが本物の僕なんかなっていうのをね、ちょっとそういうのを見てもらいながら、まあ、もう全然違う僕が見れると思うんで楽しみにしとってください。では最後に会場での試合観戦を楽しみに待っていたファンに一言お願いします。はい、今こんな時期ですごく大変な中、まあ、こうやってね格闘技また見れるっていう、みんながこう見れる機会を作ってくれて、ね、熱狂できる試合を僕自身もして盛り上げたいと思ってるんで、応援してください。お願いします。どうもありがとうございました。ました最後全然あかんかったですね。ライジン初参戦ですが、今の率直なお気持ちを教えてください。素直にこういう大きい大会に出れることができて嬉しく思っています。ライジンについてはどんなイメージを持っていますか。日本では一番知名度が高い大会だと思ってるんで、まあ、ここで活躍できたら僕らも有名になれると思ってるんで頑張ろうと思います。これまでの期間、練習などはどのようにしていますか。そうですね、結構コロナで他のジムは閉まったりしてたんですけど、僕はその間もだんだん対人練習をして、逆に今がチャンスだと思ってたので歌ってる練習をしました。最後に会場での新幹線を楽しみに待っていたファンに一言お願いします。今回見に来てくれたお客さんも、まあ、久しぶりの、まあ、イベントで楽しみにしてると思うので、ちょっとみんなの期待に応えれるように思いっきり暴れてちょっとインパクト残したいと思っています。ありがとうございました。ありがとうございました。約1年ぶりの復帰戦となりますが、今の率直な気持ちを教えてください。もう本当にありがたいです。こういうなんていうの状況なのに、こうやって試合ができるっていうのは絶対何かの意味あるし、俺しかできないことがあると思うんで、もう全力楽しんでみんなのストレスを発散できるような試合をしたいと思ってます。前回の試合から今までどんな練習をされていますか。全部なんですよね。打撃オンリーとか寝技オンリーとかレスリングオンリーとかじゃなくて、自分の場合も全部平等にやってるんで、いつも平等的にレベルアップしてるんで。対戦相手の加藤健二選手の対策は万全ですか。万全だと思います。対策も万全ですけど、その場を楽しみたいっていうのはあるので、もしかしたら対策以外のこともするかもしれないし、もう臨機応変に、そこはもう会場の盛り上げるための試合だと思って、しかも一発目なんで、対策よりもお客を盛り上げる方を選んじゃうかもしれないし、まあ、お楽しみにって感じです。では最後に会場での試合観戦を楽しみに待っていたファンに一言お願いします。ライジンさんが、もう榊原さんがスタッフ全員がみんなのために開く大会なので、思い存分もう嫌なこといっぱいあると思いますけど、その瞬間だけは嫌なことを忘れて一緒に楽しみましょう。また会場か画面越しで会うか分からないですけど、応援よろしくお願いします。